開催、今回は北谷に来ています。今日ね、沖縄風が強くて、ね、これからサンセットビーチに向かおうとしているんですが、もう早速、ね、向かい風のボー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 がね、うるさい感じになっています。そしてあいにくね、まあね、最近の沖縄にしてはこれでも晴れてくれているんですが、やっぱりね、雲が多くてね、ちょっとすっきりした天気って感じはしないですね。ビーチタワーホテルも大きい、あとはちょうど太陽がちょっとね顔出してるんで、このスキーにサンセットビーチ、もしかしたら東シナ海がね鮮やかな青で見れるかもしれないです。あれ、工事、サンセットビーチ去年工事終わったんじゃないの？なんか工事してますよ。どういうことだろう。あ、入れなくなってる。もしかするとビーチをもうちょっと整備してきれいにしようとしてる。ビーチはね、工事で音がうるさかったりするので、何かはあることか。一応ね、以前のサンセットビーチは開放的になっているんですよ。あれで工事が終わりかなーなんて思っていたんですが、どこかまだ工事が続いてるみたいです。もうちょっと開発が進むという感じがします。画面の中央あたりの正面のあそこに銅像とかあったんですが、その東屋とかも見ていてもどんどん、ね、変化が進化していってますね。北谷公園、北谷公園っていうかサンセットビーチか。そしてね、アロマ湯プールがあってね、まあ、あまり映すことはできないんですが、このカメラのものがねプールになっているので、沖縄の気温26度、25度とかね、こういう夏日が多くなってきてるんで、僕はイビスカスも最終的な沖縄らしいですね。そう、昼間はね、もうね、ほぼ夏日だったりするので、着実に夏に向かってる感じですよ。最低気温でもね、18度、19度ぐらい。今日とか確かね、最低気温が22度で、最高26度。沖縄のいいところは、最低と最高の気温がね、あんまり差がないってことなんですよね。塩詰め草もいっぱい咲いてますね。失礼。さすがにこちらのプールはまだ、映したかったんですが、工事せねえよ。本当にね、去年久々に来た時に、あ、工事が終わったなと YouTube でアップしてると思うんですが、その時の、ね、動画、日の出の関連動画に載せておくので、ね、まあ、そちらも見ながらね、今日何を言ってるかな、分かると思うんですが、まあでもあれですね、今の時間帯ちょうど今日は干潮っぽくて、これから上がってきてますね。せっかく来たんで、なんかね、上に登って
風が強いんで、本当もしかしたらね、ほぼ僕の声が聞こえない感じかもしれないんですが、本来ならもうちょっと、全然起きようとしないですよ。え、こっち。はい。え、気づいてなかったね、ボケて。元気ないかな。入れずにやったんですよ。ライブマイクね、もう3回買ってるんですよ。1個目はね、ちょっとあまりにも安いもんで全然効果なくて、1つ目は、やつを買って失敗して、2回目はね、まあ、そこそこ売れてないけど5000円ぐらいかかるんですから、水、海ぼちゃしてしまってね、壊してしまって、1年前ぐらいね、まあ同じく1万円未満、まあ多分5、6000円ぐらいのね、使ってね、それはね、最近、残波岬公園でね、崖の下にね、コロンコロンコロンって転がっててね、取ろうと心にね、消してくれたんですかね、探せずにね、また、新しいのパワーができるかなと思って、何かね、もしいい人としてくれればね、ぜひ、すごいですね、しゃあないか。最後に、ここね、もうちょっとまっすぐ行くと、一番公園内に、ヒージャーというのは、沖縄の方言で、ヒャギっていうね、倒した公園とか、個人がある、磁石式なんで、ケータが、ブロンと落ちてね、また壊れるの嫌なんで、全然よく壊れて、もっと壊れなかったんですが、ジンバの方で、確か、年末年始、アマゾンで購入したばっかりでね、大切に使われないなってことでね、おもちゃのことはせずにって感じなんですが、白と黒のヤギがいたのはヒージャーです。ヤギさん。方言でヒージャーをヤギって言うんですよ。じゃあ、ヤギをヒージャーって言うんですよ。正解ですね。言ってるそこがおかしいなってね。おい、おいで。遠いね。近くに来てくれないかな。プシュ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 。これが下手くそで申し訳ないです。押すだけなのかな。おいで。来ない。ちょっとサンセットビーチの方をね、どんな感じの工事やってるのか分からなかったんですが、自然にちょっと残念な感じがするんですが、まあね、ちょっとね、公園でね、遠くに見上げが戻ってきたんで、まあいいか。というわけで、今回は知多公園からサンセットビーチの方、当時の、ね、様子をお届けしました。最後までご視聴ありがとうございます。じゃあまたね、バイバイ。